しい。息をしっかり吸って、気を確かに持って。どうした、何かあったのか。あなたは傭兵さん。私はファネット、この里の癒し手です。こちらのタロールさんの具合を見ているんです。急に体調を崩してしまったそうで。ひどく苦しそうだな。ええ、その上困ったことになっていまして。どういうことだ。今までに見たことのない容態なんです。ずっと寒気を訴えているのですが、熱もなく汗もかいていない。咳がひどいので、よく効く煎じ薬を飲ませたのですが、全く効いた様子がなく、辛そうなままで。これは私の知識だけではどうにもできない病なのかもしれません。傭兵さん、もしよろしければタロールさんを助けるのに力を貸してもらえないでしょうか。もちろんだ。俺にできることがあれば協力しよう。ありがとうございます。早速ですが、タロールさんの身近な人からお話を聞いてきてもらえますか。最近の様子はどうだったか、何か変わったことはなかったのか、そのあたりを詳しく知りたいのです。彼の身の回りで起きたことが分かれば、この病の元を突き止める手がかりになるはず。本当はタロールさん自身から聞ければいいのですが、痛みでそれどころではないようなので、まずは息子のパバートさんを訪ねてみてください。私はウィルダさんから話を聞いてきます。わかった、任せてくれ。あんたか、何が入り用だ。いや、あんたの父親について聞きに来たんだ。ファネットに頼まれてな。ああ、親父の件か。手間を取らせてすまんな。構わないさ。それより最近タロールに変わったことはなかったか。さあ、わからねえな。昼間はいつも里の中をぶらついているみたいだが、ただそうだな、近頃は妙にそわそわしていた気がする。うん、タロールがよく行く場所に心当たりはあるか。それならもっぱらブラシル爺さんのところだな。泉の向こうに住んでる熟練の漁師さ。親父とは昔から仲が良くてな。あの爺さんなら何か知ってるかもしれねえ。ありがとう、早速聞いてみよう。ミンウの花は強い。族長の客人か。わしに何か用かね。実はタロールが病にかかったみたいでな。親しい間柄のあんたから近頃の様子を聞きたいんだ。なんとタロールが。はあ、やつも年には勝てんということかの。昔から丈夫なことが取り柄で、病なんぞ無縁の男だったが。癒し手のファネットも何の病か分からず困っているんだ。あんたから見てタロールに変わった様子はなかったか。ふん、そういえばこのところしきりと樹林の様子を気にしとったな。わしが寮から帰るなり、根掘り葉掘り質問ばかりしてきた。道すがらに何か見かけなかったか、何か聞こえなかったかと。いつもはのんきにうまそうな魚は取れたかなんて聞いてくるのに、
どうして突然樹林なんぞを気にしたしたのやら。確かに妙だな。樹林か、心に留めておこう。詳しい話に感謝する。構わん構わん。わしもタロールの具合が良くなるよう祈っておるよ。癒してに報告するか。それにしてもあのタロールが…いつか…傭兵さん、タロールさんに関する話は聞けましたか？私の方はこれといった手がかりをつかめていなくて。病に関係するかわからないが、一つだけ気になる話があった。タロールは最近しきりに樹林の様子を気にしていたらしい。変わったものを見たり聞いたりしなかったかと、寮から帰ってきたブラシルにしつこく尋ねていたようだ。タロールさんが樹林の様子を？まさか。でもありえない話じゃない。心当たりがあるのか？おそらくタロールさんが気にしていたのはトンビリ族という蛮族のことでしょう。タロールさんが体調を崩したことに、そのトンビリ族が関係しているのかもしれません。なんだって？私の考え通りならば、やはり癒しの知識では治せない。傭兵さん、もう一つお願いがあります。樹林にあるトンベリ族の縄張りへ向かってもらえませんか？奴らの祭壇には人が捧げた供物があるはず。それを持ち帰っていただきたいのです。そいつが病に関わっているのか？ええ、事情は後ほどお話しいたします。タロールさんが危険ですので、今は祭壇へ急いでください。わかった、すぐに行こう。クソ、一人で行かせるんじゃなかった。ねえねえお兄さん、こっちこっち。トンベリ族の縄張りはこっちか。うん、気配を感じるな。あれが祭壇か。奴ら一体何を。儀式のようにも見えるが。まずは片付けるしかなさそうだな。Yeah!
すべて倒したか。供物を探そう。銀色の首飾り。こいつが供物か。急いでファネットに届けるとしよう。お帰りなさい。無事で何よりです。祭壇に供物はありましたか？トンベリ族と戦う羽目になったが、この首飾りを見つけた。ああ、やはり。説明してくれないか。そいつは一体何なんだ。奴らは何をしようと。この首飾りはグエリゴール全教の信徒が身につける祈りの証です。なぜそんなものが祭壇に？それは呪いのためです。伝承によると、トンベリ族は人が抱く恨みを喰らい、その力で呪いの儀式を行うといいます。その儀式に必要なものはあなたが見つけた供物です。これに恨みを込め、祭壇に捧げた人がいたのでしょう。もしかしてあんたは、タロールの不調は病じゃなく、奴らの呪いのせいだと言いたいのか？ええ、私も呪いなどただの昔話に過ぎないと思っていましたが、近頃のタロールさんの様子や祭壇にあった供物からすると、そう考えるのが最も自然なのです。あんたの言う通り、本当に呪いがあるとして、だったら一体誰がその首飾りを？首飾りにはタロールさんの名が彫られていました。トンベリに供物を捧げたのはおそらくタロールさん自身です。まさか自分自身を呪ったとでも言うのか？いえ、彼は誰かを強く恨んで呪いをかけようとしたはず。けれど相手がすでに死んでいたら、呪いは返ってくるそうです。まさかタロールが苦しんでいるのは、行き場を失った呪いがタロールさん自身に返ってきた。私はそう考えています。もしかしたら、親父が若い頃に出稼ぎでザンブレクに行っていたことが関係してるのかもしれん。その首飾りについて親父から聞いたことがあってな、異教徒だとバレねえように長年持ち歩いていたと。その時何があったか聞いているか？いや、何も話したがらねえよ。供物を取り戻したせいか、タロールさんは少し落ち着いています。ただ呪いが完全に消えたとは言い切れません。どうにも厄介なもののようだな。また俺の力が必要になったら遠慮なく言ってくれ。お心遣いに感謝を。何か分かったらすぐにお知らせします。俺からも礼を。こいつはミシリアの特別な鉱物を探すためのお守りだ。こいつを持っていると近くの鉱物が共鳴して不思議な音を出す。ミシリアのあちこちにあると思うから探してみてくれ。いくつか手に入ったら俺の火事場に来てくれ。水の民に伝わる装具を特別に作ってやるよ。ありがたく使わせてもらおう。タロールの回復を願っているよ。
外にも彼らやマダムみたいな人たちが